大統領、大韓民国大統領、大韓民国大統領は大韓民国、韓国の国家元首である。韓国の政治体制は大統領制を採用しているため、国民の直接選挙で選ばれる大統領に非常に強力な限りがある。概要参照。なお、アメリカの場合と異なり、1960年以降の韓国には副大統領が存在しない。 副大統領参照。現在の大韓民国憲法、第六共和国憲法、1987年採択の規定では、大統領は国家元首、第66条一項、かつ、韓国三軍、陸、海空軍の統帥権保有者、第74条一項である。大統領は行政権を有する政府の主犯、第66条4項であるが、立法権。 第53条2項や司法権第104条1項の一部にも影響を与える権限を憲法で認められている。また、大統領には、不逮捕特権第84条と非常措置権第76条が与えられているが、その発動には制約が加えられている詳細は大統領の権限及び義務参照。一方で、韓国の大統領に、 国会の解散権はなく、公民権の停止も認められていない。大統領の報酬、給料は、韓国政府、人事革新どころの定める、公務員の報酬、手当に関する規定にて、年ごとに改定され、2016年の年額給与は2億1200万、ウォンだった。それに加え、大統領秘書室による、サポート及び大統領警護室による警護を受ける、 大韓民国大統領室も参照。大統領秘書室には、特殊活動費と呼ばれる予算の一部が割り当てられており、2016年の割り当て額は146億9200万ウォン。特殊活動費はその内訳を開示する必要がないため、いわゆる機密費的な性格を合わせ持つほか、募金恵政権時代には、大統領の衣服など私的な支出にも一部が要されて、 いたと言われる。韓国の大統領選出は憲法67条の規定に従って行われる。大統領には国会議員の被選挙権があり、選挙日の時点で満40歳に達している韓国国民が立候補することができる。大統領は韓国国民の普通、平等、直接及び秘密の選挙によって選出される。投票の結果、最高得票者が2人以上いる場合は、 国会の在籍議員の過半数が出席した公開の会議において多数票を得たが当選者となる。大統領候補者は1名しかいない場合でも選挙は実施され、選挙で得票した信任票数が有権者総数の3分の1以上でなければ大統領として当選することはできない。選挙は現任大統領の任期が満了する場合には、 任期満了日の70日前から40日前までの間に実施される。大統領が欠くらいとなったとき、あるいは大統領当選者が死亡もしくは判決、その他の自由に、よその資格を喪失したときは、決意、資格喪失から60日以内に、公認の大統領を選挙しなければならない。68条。選挙終了後、大統領当選者の任期は、 第14条第1項に基づいて開始日が決定される。選挙が現任大統領の任期満了前に行われる場合、現任者の任期満了日の翌日午前0時から次期大統領の任期が始ま。選挙が現任大統領の任期満了後に行われた場合、または大統領が欠くらいの状況下で選挙が行われる場合は、中央選挙管理委員会が選挙の当選者を 確定させた瞬間から任期が始まる。この規定により、2017年に選出された19代大,大統領のムンジェインは、第6共和国体制下で、初めて当選決定と同時に、政権以降の準備期間もなく、大統領職へ就くことになった。民主化宣言以降、現行の選出方法によって行われた、大統領選挙は、下記の通りである。大統領の任期は5年で、 住人、再選はできない、第70条。仮に、憲法改正により任期延長や、住人解禁がなされたとしても、改憲提案時の現職大統領には適用されない、第128条、第2項。また、現行の、第6共和国憲法、1987年採択、では、任期途中の自発的な大統領の職務辞任について、特に規定されておらず、 韓国の憲法学者から第68条や第71条にある決意とみなす意見が提起されているものの実例がないため実際にどのような扱いになるかは未定である。住人禁止規定は北世紀による長期間の独裁を招いた反省の上に作られた規定である。1963年樹立の第三共和国では大統領の任期は4年で住人も1回のみと されていた。だが、僕正紀は本来禁止されていた参戦を可能にする憲法改正、参戦会見を実施したり、10月維新を通じて、大統領の選出方法を国民の直接選挙から統一主体国民会議の大議員による間接選挙へ付加する会見、維新憲法制定を強行したりして、結果的に16年弱にわたって政権を維持し続けた。 このような経緯から、長期独裁を許した反省として、住人禁止規定は、前都官政権が制定した第五共和国憲法、1980年採択で、初めて導入され、民主化宣言を経て、第六共和国憲法へと受け継がれた。以後、露大グ以降の歴代大統領はいずれも一期五年、限りで退任している。しかし、 住人が禁止されているために継続的な政策の実施が難しくなっているとの指摘もあり、民主化以降も住人禁止規定に関する会見が議論に上ることがある。なお、何らかの事情で任期途中の大統領職が欠いとなるか、または大統領が事故で職務不能となった場合には、国務総理、首相を第一位、法律で定められた国務委員、 各国家行政機関の長大以下とする継承順で大統領の権限が代行される第71条。建国以来、韓国では大統領の権限代行が下記の通りに起きている詳細は下記参照のこと。任期中の大統領は内乱、外観の罪を除いた一切の刑事訴追を免除される第84条が憲法違反、または 広報違反の行為が認められた場合に、所定の手続きを経て弾劾される可能性がある。弾劾の手順は、現行憲法第65条、第111条、及び第113条に基づいて進められる。韓国憲法は特定の公職者を弾劾訴追する権限を国会にのみ認めているので、大統領を弾劾するにはまず国会が、 大統領の弾劾訴追を議決する必要がある。第65条第1項。その他公職者と異なり、国会は在籍議員の過半数の賛成を得て、大統領の弾劾訴追を発議し、発議から24時間以降72時間以内に、無記名投票を行う。投票の結果、国会在籍議員の3分の2以上の賛成があれば、弾劾訴追が議決される。どう 第二項。議決を受けた大統領は、憲法裁判所による弾劾審判がある時まで、職権行使が停止される、同第三項。国会による弾劾訴追の議決後、弾劾の審判はが干渉する、第百十一条。憲法裁判所は百八十日以内に審判を行い、六名以上の裁判官の賛成があれば、大統領に対する弾劾が成立する。 第113条弾劾が成立した場合、大統領は直ちに罷免され、警護、警備以外の大統領職経験者に対する礼遇がすべて剥奪されるとともに、罷免から5年間は公職に就くことができなくなる。また、弾劾は大統領職からの罷免を決定するのみの行為であり、在職中の行為を免責する理由にはならない。同第四項。そのため、 弾劾追訴の自由によっては非免後に民事、刑事上の上の責任を負わされる可能性があり、この場合制度の趣旨から斜面の対象とならないとする見解が一般的である。一方で弾劾訴追が帰却、または却下された場合、訴追を受けた大統領は職務の特性上から直ちに職する。韓国の弾劾裁判は一申請のため、 憲法債の宣告と同時に弾劾可避の決定が確定する。ただし、憲法債の決定に影響を与える重大な事項が判断されていない場合に限り再審ができるという法的会がある。それによると、再審を望む場合、当事者は再審の理由を認知してから30日以内か、弾劾決定から5年以内のいずれかの期間で請求する必要がある。 国会の弾劾決議から憲法裁判所による判断が下されるまでの最長180日間、卒追された大統領は引き続き大統領としての身分が維持される。大統領官邸、青瓦台での生活が続けられるほか、新編警護、議典等の礼遇や業務推進費を除いた給与も卒追前と同様に受けることができる。ただし、職務が停止されている間は、 統治行為と見られるすべての活動が停止されるため、聖画体内の大統領執務室への出入りも制限されるが、例外的に非公式で業務連絡を受ける場合がある。大統領が職務を停止されている間は、国務総理を第一位、法律で定められた国務委員、各国家行政機関の長を第二位以下とする継承順で大統領の権限が代行される。 2017年3月現在、国会から弾劾訴追の決議を受けた大統領は、下記の通りである。韓国大統領は、韓国行政の長、第66条第4項として、警察、行政安全部警察長や、検察、法務部検察長、直属の情報機関、国家情報院を管轄し、かつ、韓国司法の長である、大法院委員長の任命権、 104条第1項、並びに国会が議決した法案に対する再議要求権、第53条第2項を有する。そのため、韓国大統領は行政権全般だけでなく立法権や司法権の一部にも影響を与えるほどの権限を与えられており、そのことが大統領周辺で賄賂の授受を起こしやすい一因になっていると考えられている。 韓国大統領の末路三章。憲法に規定された大統領の職務権限は、下記の通りである。大統領職への就任に際し、就任する者は、私は憲法を遵守し、国家を保衛し、祖国の平和的統一並びに、国民の自由及び、福利の増進並びに、民族文化の調達に努力し、大統領としての職責を誠実に遂行することを、 国民の前に厳粛に宣誓しますと宣誓する第69条。また、大統領は憲法に従い在任中に以下のような義務を負う大統領職退任後、大統領経験者は身分及び礼遇に関して法律で特別に定められる第85条用になっており、2016年12月時点では元大統領の礼遇に関する法律を根拠に 大統領職経験者下記の礼遇を受けられる。ただし、大統領経験者の年金、遺族年金を支給されるものは、他の法律に基づく年金を支給されず、かつ公務員に就任すると退任するまで、大統領の年金、遺族年金の支給が停止される。なお、元大統領が次の項目のいずれかに、該当する場合、本人、遺族に対する一定期間の身辺警護、 警備を除くすべての礼遇が剥奪される。残された、新編警護、警備の礼遇についても、本来なら大統領警護室による、新編警護を、通常10年、本人が希望すれば、最長で15年受けられるところを、通常5年、本人が希望すれば、最長で10年に短縮れる。2017年10月末時点で存命中の、大統領職経験者は4人いるが、 法に定められた礼遇をすべて受けることができる人物は、リア・キヒロただ一人である。前都管と、露台具は金庫以上の刑が確定したことで、牧金めぐみは、任期途中で、弾劾の決定により退任したことで、それぞれ刑後、警備以外の礼遇を受ける資格を創出している。以下表中、大は、歴代大統領、人は何人目の大統領。 韓国の歴代大統領は在任中に球団を受けて亡命を余儀なくされるか暗殺されたり退任後に自身や身内が刑事手続きによって逮捕、収監、起訴の上で有罪判決を受けたり不正追及を国自殺したりして不幸な末路を迎える例が極めて多い。二0十六年十一月五日の朝鮮日報によると百九十三年の 文民政権発足以後に誕生した5人すべて、当時の大統領が、任期末期から退任後にかけて、大統領になったことを後悔するという趣旨の発言を、シーる。ル。歴代大統領の多くが不幸な末路を迎える、原因として、制度面、文化面から、様々な分析がなされている。韓国大統領は国民に直接選ばれる、国家元首と行政府の主犯を兼ね、 かつ警察、検察や司法機関も含めたすべての国家権力機関の長を任命する権限を有している。そのため、韓国の政治制度は大統領の賄賂を追求しにくい構造となっており、2016年11月5日の朝鮮日報は文民政権誕生後も、軍事政権、牧政期、全都間、 ロタイグ時代と同様の不正蓄財事件を起こし続ける問題の原因として、現行の大統領制度が大統領の圧倒的な権力によって、大統領の親類や側近が虎の脅しを狩ることを可能とするになっていと批判している。またジャーナリストの変身一は、韓国大統領は与えられた権限が独裁者並みにある一方で任期が5年で再選が禁止されているため、 大統領当選者が任期中にやりたい放題やってるとの心境に陥ってしまうと推察している。政権が腐敗し、大統領の退任後に疑国として表面化する文化的な一員として、親族の結束を重視する朝鮮の儒教の影響が、韓国社会に強く残っている点を指摘する意見がある。茂村敏光は近くの他人よりも遠くの親戚を重視する。 身内意識が権力者の家族に貢ぎ物をする文化を作ったと指摘し、池田忍は、過去の時代に見られた、一族が秀才を支援して彼が権力を握った後に、その周辺で税金を食い物にする流れが現代でも繰り返されていると指摘している。なお、2017年に発足した文在寅政権が進める政治的な腐敗の摘発について、 政権の捕獲交代後に新政府が過去の与党側に対する政治報復として使用していると韓国の保守勢力は主張しているがそうした主張は韓国国民に支持されていない。ムンジェインともに民主党政権が牧金恵政権に続いて李昭弘政権いずれも与党は現在の自由韓国党時代の要人についても 不正行為疑惑の追及を強めと、李アキヒロ側は相次いで捜査が政治報復、政治工作であるとして反発し、文大統領が政治報復のループをずっと抱えていくならば5年後に次の政権が文在寅政権を審判台に立たせるだろうと主張した。韓国語の保守系新聞である朝鮮日報も社説で李アキヒロ政権関係者に対する不正追及を 文在寅政権の標的捜査であると非難しているが、韓国国民は文在寅政権の赤平生産の姿勢を強く支持しており、保守派が主張する政治報復であるとは受け止めていない。韓国の副大統領は副統領と呼ばれ、建国直後の第一共和国体制で設置されていた。副大統領は大統領が事故により職務を遂行できない事態に陥った場合に、 大統領の権限を代行することになっており、初代憲法第52条、国務総理や国会議員との兼務は認められていなかった大憲法第53条。副大統領が大統領の権限を代行する期間は、当初は憲法上の規定がなかったが、1954年の死者後入会見で代行する大統領の残忍期間と明記され、副大統領も 決位となった場合は、国務委員を権限代行者としながら決位日から3ヶ月以内に、正、副大統領を選出することと定められた。また、副大統領だけが決位となった場合は、直ちに公認者を選挙で決定し、公認者は、前任者の残任期間分のみ就任することになった、1954年改正憲法第55条。また、副大統領は、 その他の職責として、委員長、初代憲法第81条と、所長、初代憲法第47条、及び参議院、議長、1952年改正憲法第36条を兼任することになっていた。だが、参議院は、李承晩大統領が野党への牽政から解説に、必要な法改正、議員選出選挙を行わなかったので設置されず、 国務委員の一員でもない副大統領は、平時における実質的な権限がなかった。副大統領の選出方法は、大統領と同様の手法が取られた。建国当初は、国会議員の無記名投票によって選出されていた、初代憲法第53条が、1952年の抜粋会見によって、国民の普通、平等、直接、 密選挙による選出となった1952年改正憲法第53条。ただし、その際、韓国では選出方式としてアメリカ大統領選挙のように大統領と副大統領をペアとして選出する方式を取らず、大統領と副大統領をそれぞれ別個の選挙で選出する方式を取った。そのため、与党への反発から1956年、 第三代大,大統領選挙以降は、政府大統領が、与野党別々の政党から選出されるという、ねじれ言が発生し、恒例の李正万大統領が職務を継続できなくなったら、自動的に与野党が交代する事態が続いていた。1960年の選挙で、与党、自由党が大規模な不正行為を起こしたのは、これも一因となっている。 1956年改正憲法で細部が整備された副大統領職だが、実際の非常事態では憲法が定める機能を果たすことができなかった。1960年に4月革命が発生すると、李承晩大統領に対する韓国社会からの自圧力が強まったが、野党、民主党に属する超務副大統領が革命の動きに賛同する形で辞任してしまい、 非常時にもかかわらず、大統領より先に副大統領が不在となってしまった。それに伴い、大統領権限代行順位が当時、第2位であった外務部部長、国務委員の元政が副統領代行となり、ついで、李正万大統領の辞任を受けて、内閣主犯となって、大統領の権限を担った。大統領職と副大統領職は、虚勢暫定政府が進める。 第三次憲法改正の際に役割が見直され、第二共和国体制で議員内閣制が導入されるのに伴い、副統領職は不要な役職として廃止された。その後、韓国は第三共和国体制、第五次憲法改正で再び大統領制に戻るが、その際副大統領に相当する専門職は再設置されず、これ以降の憲法は大統領不在時に 国務総理、首相が大統領権限大を務める形式になっている。以下表中、大は歴代副大統領、人は何人目の副大統領を、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。